この時間に今日の金先物情報をお伝えいたします。朝10時に大阪取引所が発表した今日の金の先物指数ですが、167円高11,819円で 1.43% の上昇にあたります。それでは今週もこの時間は日産証券大阪支店長下本隆之さんにお電話で伺っていきます。下本さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは今朝の国内の金市場の値動き、その背景からご説明をお願いしたいと思います。はい、わかりました。はい、本日の国内金価格は、素直に海外高と円安を受けて、現在大幅な上昇で推移しております。はい。昨晩のニューヨーク金は、反発しまして、前日比で 12.7 ドル高の、1トロイオンス 2492.4 ドルで終わりました。はい。予想以上のアメリカの小売り売上高や、新規失業保険申請件数の減少を受けて、一旦戻りを売られますと、時間外取引の、安値を割り込み、一時2470ドル付近まで下落しました。ただその後は堅調な、アメリカの経済指標もアメリカの利下げ見通しに変化はないということや、地政学リスクへの警戒などを受けて、押し目は買われて、2500ドル付近まで戻ったというような形になっております。ただあとその7月 そのアメリカの小売売上高は、前月比 1% 増ということで、こちらは市場予想の 0.3% を上回り、あと自動車同部品を除くと 0.4% 増となり、こちらも市場予想の 0.1% 増、以上ということになりました。はい。で、新規失業保険申請件数の方も、前週比ですね、3000件減の22万7千件と、市場予想の23万5千件を、予想外に下回ったということで、こちらは2週間連続の減少というような形になりました。はい。いずれにしても引き続き、政治や経済、地政学といったですね、こういった情勢がその金相場をサポートする展開というのは続いてはいるんですけれども、どうしても国内の金価格は為替の変動にやはり大きく左右されるところがありますので、その辺のちょっと動きを注視しながら、全体的な、金の先高感ということは変わってないかなというふうには思われますので、その辺を注意して見ていただければいいのかなと思います。本日は以上です。はい、わかりました。下本さん、今朝もお忙しいところ、ありがとうございました。いえ、すいません、ありがとうございます。日産証券大阪支店長下本隆之さんのお話でした。今日機材の都合によるこの時間の放送になりました。大変失礼いたしました。